風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才の目次第映画バクトの看板しょって歩いて見せますキレマの天地そう奴の名はザ・シネマハスラー時刻は10時2分に向かっているところです東京赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしておりますライムスタートものウィークのシャッフル改めましてこんばんはパーソナリティの歌丸ですえーこ,こから夜11時までの1時間 TBS ラジオキーステーションに MRO 北陸放送をネットしつつお送りいたしますえーこ,こからの時間は毎週サイコロ振って見に行く映画を決め はやぶさくんばりに、満身創痍になりながら、ついに、帰ってきたよ。<laughs> ガタ、無差別映画評論コーナー、ザ・シネマハスラーの時間です。今週は特別企画。先週のサイコロで当てたのはこちら。はやぶさ三部作ハスラー。 2010年6月、約7年もの歳月をかけ、え小惑星糸川からサンプルを採集して帰還した小惑星探査機はやぶさ、日本中が湧いたその感動的なエピソードをもとに3本の実写劇映画が制作された。えー、その3本を一気に扱います、えー。貴重な時間がまさに今、まあ要はそのえー、っと2本が今劇場公開中で1本は DVD リリースされているというねこ。この機会を逃すとなかなかこの惑星直列起こりません、ね、これがなんていうんですかあのウィンドウが開くというやつですよね。<laughs> このウィンドウをとが閉じちゃうともう次のタイミングまた何年後ですみたいな。 ことになりますんで、ウィンドウが開いているこのタイミングで実施されたのはこのハヤブサ3部作ハスラーとなっております。えー、ということで、ちょっと長くなりますが、その3本を公開順に紹介していきます。まず1本目、20世紀フォックス制作、2011年、昨年11月1日公開、ハヤブサ、ハヤブサ はい、こちらだから DVD で鑑賞させていただきました。えー、はやぶさ実写劇映画、えー、の第1弾。えー、小惑星糸川からサンプルを持ち帰る快挙を達成したはやぶさの七年にわかる旅と、それを支えたプロジェクトメンバーの姿を感動的に描く。えー、ちなみにこれ以下の2本も全部同じです、ここはね。<laughs> えー、竹内結子演じる若い研究生や、彼女をスカウトする上司など人間模様を織り込み、えー、感動的なドラマに仕上げている。監督は20世紀少年、ベックの堤幸彦さん。えー、主演は竹内結子、西田敏行、高島政宏、えー、佐野史郎らということで、 えで通称これね、えっと、後ほど言いますけど、こちら20世紀フォックス版とさせていただきます。2本目、えー、東映制作2012年2月11日公開、現在も劇場公開中です。はやぶさ、はるかなる期間、えー。こちら僕は2回見てまいりました。はやぶさ実写映画の第2弾。 小学生糸川からサンプルを持ち帰る快挙を達成した早武さの7年にわたる。もういいね、これね。はい、えー。リーダーの山口教授。これ要するに実際にいた川口教授は山口教授と名前変えてますけどね。彼が率いる技術者たちの生き様を熱く描き、感動的なドラマに仕上げている。最終的には感動的なドラマに仕上げている。<laughs> えー、監督は、星守犬でいいの星守犬。はい守えー、スープーオペラの滝本智之さん。えー、主演は渡辺健、えー、江口洋介、えー、夏川由衣、えー、吉岡秀隆山崎智。<laughs> ということで、これ、えー、と、投版とさせていただきます。えー、そして、 三本目、えぇ、ー、小製作です。2012年3月10日公開公開されたばかり、えー、こちら 3D ですね。え 3D でも公開されてます。現、現在劇場公開するようです。おかえり、はやぶさ。えー、私はこれ 3D で見てまいりました。えぇ、ー、はやぶさ実写映画、実写劇映画、再三弾。小惑星、糸川から、うん、ぬうぬ、イカ略。はい、えー、で、イカ略。エンジニアである主人公の親子の葛藤や、主人公の同僚の家族が病気と戦う姿などを織り交ぜ、感動的なイカ略。<laughs> えー、監督は、 このシネマ柱でいうと「ゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌の、えー、本木克秀監督ですね主演は藤原竜也三浦智和安、えー、前田大志郎君これはだからあの子役の子ですかね前田前田あなるほどねそうかそうかか、えー、田中直樹さんだということでございますこちらじゃあ通称松竹版とさせていただきましょうはいえーということで えっとですね、えー、リスナーの皆さんからですね、このハヤブサ三部作見たという皆さんからの感想を送っておおります。でですね、ハヤブサ三部作、これすべて見た、ハヤブサマラソン感想者も10名以上いらっしゃいました。えー、ありがとうございます。お疲れ様です。れですこれあの、感想者の方にはステッカーあげましょうよ。<laughs> ステッカーあげましょう、これは。うん、ぜひ。はい。でですね、えー、っと、メッセージの傾向なんですが、これ3作ありますけど、二強一弱ということです。まず、えー、堤監督3番、えー、20世紀 FOX 番。ン。堤監督の作品の中ではまとも、 という意見もあれば、えー、余計なキャラクターが出てきたらやっぱり最低というアンチ的な意見も賛否両論が極端に分かれている印象ということです。でもまああのいい良かったという人も聞こえる。えー、で渡辺謙さん主演の、えー、東映版技術者たちの人間ドラマを丁寧に描き良くも悪くも地味総じて評価が高いというね、えー、あんまり減点しづらいって作りなんですかねはいそして、えー、まあ藤原竜也さん主演の、えー、と小熾版良、えー、くも悪くも最も子供っぽい作りそこに拒絶反応を示す人が多い応氏ということででですね、えー、三部作全部見たという方が順位をつけてくれた えー、人の意見を集計してみました、方の中で、えー。1位3点、2位2点、1位1点で集計するとこんな順位になりました。1位、17ポイント。東映版はるるかなる期間渡辺謙さん主演版。2位、14ポイント。 えー、監督さん、えー、つみゆきこ監督版えー、二十世紀フォックス版はやぶさ、はやぶさ。3位、十一ポイントで、えー、藤原達也主演、ね、松竹版のおかえりはやぶさ、ということになりました。まあでも、まんまり変わんないっちゃ変わんないかな。はい。えー、ということで皆さん本当にありがとうございます。えー、代表的なところちょっと一個だけ評価しようかな。えー、とね、ラジオネーム、持ち田持だちよさん。えー、今年はどこまでもついていきます。もう要するにこれやるぞと、三部作やるなら、はやぶさ三部作の感想。 不思議ちゃんこれ、堤監督版だそうです。えー、真面目ちゃんもしくは大人ちゃんこれ、は渡辺健さん主演版。 よい子ちゃん、もしくは子供ちゃん、藤原達也版。いろいろ取り揃えております。そんな印象。でも、どの子も好きになれなかったな。だって、結局全部同じ子なんだもの。<laughs> 強いて言うなら、不思議ちゃんが良かったかな。つつみさん版。<laughs> えー、まちゃんとよい子ちゃんはちょっと似ていた。そういう意味で一番個性的に見えた。言ってることは大体一緒。えー、着地点は一緒。じゃあ、一人でいいんじゃないかな。いっぱいいても薄まるだけじゃないかな。<laughs> という意見ね。<laughs> はい。あと、あの、皆さん、ごっつりね、あの、書いていただいているこのメール、全部目は通してます。えー、本当に皆さん、ありがとうございます。えー、私も今日言いたいた ことが多いのでちょっとねここらで行かしていただきたいと思っております本当に皆さんありがとうございます特にあの乾燥者の皆さんありがとうございます本当にねそんなね苦労をかけていきますよ、えー、これだけ短い期間にね同一題材で3作もっていうまあこれは珍しいパターンですよねあの当初これ早草帰ってきてすぐに8社からオファーがあったところを3社に絞ったということらしいんですけどね、えー、でそれだけみんなが群がる小惑星探査機早草の快挙 という件について、ここではもうあえて、その、こういうことですよともうあえて説明しませんが、えっ、ー、と、いろいろ本が、まあ、とか出まくってますよね。まあ、読んでくださいってい済ましたいとこなんだけど、出すぎてて、どれが読んだらわかん、いいかわかんないって状態だと思いますので、ちょっとね、とりあえずいくつかおすすめ参考書、参考、 テキストというかね、ちょっとお勧めしておくと、まずね、えっと、この川口淳一郎さんといういろんなところに出て喋ってる、まあ、要するに渡辺謙さんなりなんなりがあの演じてる役ですね、かあのプロジェクトマネージャー、川口淳一郎さんのがいろいろ本出してらっしゃるんですけど、今回のいいですか、3つの劇映画。 えー、三本とのですね、と、実際の事実との比較を本人がやっぱっちりやってくれているという意味で、うん、えっと、僕は日本実業出版社から出ている、はやぶさ、世界初を実現した日本の力、描かれざる思いと真実という、えー、この本が今回のハスリングで一番参、すごく助かりました、これ。うん、ご本人が、実際はこういうことはありませんでしたとか、実際はこうでした。いち,いち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 全部やってくれてて、これすごい、あの、比較という、映画との比較という意味ではこれが一番役に立ったし、面白かったです。はい。あとですね、 あのーまあ、事実関係の簡潔な整理という意味ではあのその川口さん以外の他の部門の方のインタビューなんかも充実してらしてやっぱりさすが、ニュートン雑誌「ニュートン」雑誌ニュートンの別冊これやっぱ分かりやすくこれ1冊読めばもうオールオッケーぐらいの感じで良かったですねこれ古、あのー、本になりますけど別にアマゾンとかで簡単に手に入ったりすると思うのでこれもおすすめですね、はい、ニュートン。あとでももやっぱもう一番手軽に もうパッと、もうあのー、簡単に概ねのことが把握したいという方は、やっぱりね、あのー、おそらく、あの、これが一番いいと思います。おそらく今回の映画版作った皆さんも、ある程度これを参考にしたんじゃないかって部分もあるのが、えっ、ー、と、もともと NHK でやった、えっ、ー、と、追跡 a to z はやぶさかい はやぶさ快挙はなぜ実現したかと NHK でやった番組を、えー、ちょっと要素を足して DVD 化した、えー、小惑星探査機はやぶさの奇跡って DVD 出てて DVD 版はちょっと増やしてるけどそれでもたった42分多分元の NHK 番組版は多分30分の番組とかだと思うんですけどこれがねやっぱね見せ方は一番シンプルかつうまいし <laughs>、うん うん、ちゃんと泣かしてくれるし、うんえー、しかも出てくるのは本物っていうねの映像ですからというので、まあ、あのこれが一番おすすめっちゃおすすめです NHK 版のこれ見てくださいというねぶっちゃけこれでいいんじゃないかっていう話もあるんですけどでね、えーうん、僕、もともとそれほどはやぶさに関して詳しいわけじゃなかったですけど、まあ、知れば知るほどはやぶさあ、なるほどこれは快挙だな っていう部分もあるし、ああ、感動的だなと。要は、快挙だっていうのは、人類史上初の心のことを達成してるし、それを数々の困難を超えてという、その、ま快挙の部分。あとは、感動的っていうのは、やっぱりその、ね、最終的に燃え尽きてっていうところに、まあ、象徴されるような感動の部分。まあ、まあ、なるほどなとは思うんです。ただね、どうですかね、これ、劇場、劇映画にしやすい題材かっていうと、僕、実はそこ微妙じゃねっていう気もして、まずそのさ、 はやぶさ自身は当然ただの機械だから、例えばその同じ宇宙プロジェクト危機乗り越え者としというね、例えばアポロ13のようには盛り上げられないわけですよ。つまりその、実際にトラブル起こってるところは機械。で、で、何、何をやってるかって言って、つまりその地球上にいる人間サイドを中心に描くしかないわけですけど、地球上にいる人間サイドってあんまり動きがないっていうか、基本的に、 街, <laughs> 街とかさあの会議とかさあの基本絵面として超地味にならざる得ない話じゃないですかこれでそういうことを踏まえた上でそのこの「早草をめをる事実から何を劇映画的なエンターテイメント要素として抽出できているのかもしくはそ,の、まあ、それとプラスアルファの何か要素を足すことで何か水増しをしてエンターテイメントとして成り立たせるのかってその辺りが多分今回の劇映画版 のこのよし悪しの評価ポイントだと思うそうじゃなかったら別にドキュメンタリー見りゃいいんだからさ、はいでえー、あと、ですねこういう問題もある、割と最近あった事実っていうのを元にしている以上、基本的に起こることとかやってることっていうのは、あの通常の同一題材ものってありますよね、例えばリメイクも何、何でもいいです、中心蔵でも何でもいいけど、そういうもの以上に、要はやってることがほぼ同じにならざるをえないわけですよねだからぶっちゃけこの3作ですね。 結構評価というか見た感じのそのがあの見た順によって結構左右されると思うんですつまりあの後の方に行けば行くほどまた分かりきったことまた分かりきったこと感が増えてきちゃうので <laughs> 後から見る方がやっぱ不利っていうのは間違いない否めないですねただただ共作要するにその他の会社も同時に作ってますよってことは分かってる以上そこも承知の上で作る わけですよね作るべきですよねということなんでね、はいえー、そこに戦略があるのかということも含めてかもしれません、はい、ということで公開順にちょっと行ってみたいと思いますえー、ああとちなみにこの3作に共通してるのは、えー、とさっき川口純一郎さんね、えー、プロジェクトマネージャーなんてこと言いましたけどその川口さんはじめ、えー、とき主要登場人物は基本全部架空の人物架空の名前になってますつまりあくまでもモデルですよというスタンスになってたりというね、えー、僕ここもね1作ぐらいはちゃんと実名でこうなんか なんか別に通しても良かったんじゃないかなって思うんですけどね。ちゃんと協力得てるわけだから。はい。ま、あいいや。えー、じゃあまず最初に公開された、えっ、ー、と、堤幸みゆき監督版、えー、20世紀フォックス版、えー、はやぶさ、行ってみましょう。えーと、予告を見たとき僕ちょっとね、えっ、ー、と、今年のなんか、ハスリングのあの、予想のね、特集のときにちょっと騒いでましたけど、要するに、あ、違う。去年、あれだ、才能目に入ったときに結構、予告見てびっくりしたみたいな話してましたよね。あれ何かっていうと、要は早草、はやぶさ、 に喋らせてるっていうのに僕びっくりしたと。で、あのー、要はハヤブサっていうのはさ、まあさっきも言ったように、本来は完全な無機物であるべきもの、機械がなぜか毛なげに見えてくるみたいな。毛なげ、なぜか機械なのに感情移入しちゃうっていうところがこの件の肝なんじゃないかっていうのなのに、そこを一気にすっ飛ばして、いわばもう超反則の手使って、そのハヤブサの内面のナレーションをさせちゃうっていうのは、まあ言っちゃえばさすが筒みさんだなー これはまあ、よくも悪くもっていうか、やっぱ悪くもかな、まあ、要するに奇襲ですよね、その、あの、奇怪な手を使うという意味で、この変わった手にすぐ出ちゃうという意味で、わ、あの、堤さんっぽいなと、ややちょっと、要するにこう、やゆ気味にね、やゆ気味に僕は見ていたんです。ただ 実際見てみると、この、そのな、なんかナレーションみたいに見えたものには一応の理由がちゃんとあって、要はその竹内優子さん演じる主人公のその研究員がですね、えー、子供にもわかるように、絵本スタイルでハヤブサのこう、あの、こう、工程をですね、あの、えー、道のりを、まあ、記録していると。で、その文章。 が、その、えー、はやぶさのナレーションに見えたものだったという体ではあるんです。だから一応、はやぶさがいきなり直接的に喋り出すような演出、そういう無茶苦茶な演出ではさすがになかった。ということは一応、あの、フォローしております。あの、さすがに、堤さんもそこまではやらなかった。ただ、ただ、でもね、例えば、着陸するのは勇気がいる。勇気がいるって言ってるんですよ。うん、つまり、明らかに事実を超えた機械側の心情まで語らせちゃってるから、 やっぱこれは事実上、ハヤブサの一人称ナレーションとして機能しちゃってるのも確かだと思います、これはっきり言って。だから予告編で見た演唱は、一応言い訳はついてるけど、でもやっぱりそんなに間違ってないです、はっきり言って。ハヤブサ喋りまくりっていうことは間違ってないです、こんなには。でですね、えー、例えばね、あの通信がこう途絶するところにね、僕はここにいるよ、僕はここに。 ってね、こう途切れる感じ。<laughs> まあね、ちょっと2001年宇宙旅の春急戦風と言うんでしょうか、これね。あの、カメラをね、目に見立ててっていうのは、まあはっきり言って、どの、あの、どの映像化作品もどれもやってることですけど、まあちょっとかなりこう露骨なというか、ちょっと行き過ぎた、その、擬人化をしていると。で、えー、まあ、ハヤブサをめぐるね、この、要するに実際にあったことの中で、僕はこうこ,こが一番肝だと思う。つまりその一番泣かせどころ。 ま、明らかなのは要するに、大気圏再突入地球に帰ってきて、え燃え尽きてしまう。あそこま、泣かせどころじゃないですか。つまり、ここを映画的に劇映画ならではの盛り上げをできるかどうかが、早ヤブサ映画化にあたっての最大の肝じゃないですか。で間違いないと思うんですよね。わざわざ映画化するということは。逆に言えば、ここがちゃんとできてれば、他が多少雑でもいいっていうことかもしれないよね。みんなそこを見に来てんだから。そこで泣きに来てんだからってことじゃないですか。で、 この20世紀フォックス版でやっぱね、その惜しいのは、例えばそのこのハヤブサの内面ナレーションが、えー、もう要するにその燃え尽きる場面はそのまんまだってね、要するにニュースで見てたってちょっと泣ける映像だったのに、その上にですね、もうこれでもかとばかりにこう、中内優子の声でなんか被せてくるわけですよ。そうすると当然こう、<laughs> うるせえなって今泣こうとしてるのにうるせえな <laughs> っていうことになるので、案の定割と台無しなことになっているという、まあ案の定なことになっていると。でね、ただ、 僕今、惜しいっていう言い方しましたけどこの20世紀ポックス版は特にこの3部作全部を並べてみたときにはっきり美点も僕はあると思います、美点、えー、まずね、えー、この「はやぶさ」っていうのは要するにもろもろのものすごいいろんな情報とか、背景とか、エピソードとか、ディテールとかいろいろあるんですけど、面白い話とかが3作中、最も手際よく。 それも比較的事実に対しての誇張も比較的ですけど少なめに、うまくね、あ、よくこれもこれも全部入れ込んだなっていうぐらい、あのー、いっぱい入れ込んでるんですよ。で、あの、後で言いますけど、他の2作がですね、やたらとこうチーム内で揉め合ったりする。要するになんかこう、なんとかじゃないかって、こう意見の対立で揉め合ったりすることで、何かドラマ。 性を足してますよみたいなそういうやり方をしているのに対して例えばこの、えー、20世紀フォックス版は実際のこの早草プロジェクトチームがそうであったように意見が対立することはもちろんあってもそれはあくまでその何かを解決するための議論であってちゃんと目的のためにみんなが知恵を出し合って協力し合う関係としてちゃんと描かれているわけですつまりおそらくその実際のプロジェクトチームがそうであったような感じとして描かれててでそれは 要するにこのはやぶさプロジェクトが最終的にいろいろあったけど成功まで導いた偉さは、はやぶさプロジェクトの何が偉いのかっていうのをきちんと捉えて描いてるっていう姿勢だと僕は思うんですよね、はい、あの例えばその竹内結子さんみたいな立場、えー、臨時の研究生みたいな人もものすごい貢献していたとかっていうのも本当のことだし、えー、という意味で、ちゃんとそのこのはやぶさというプロジェクトの何が偉いことなのかっていうのをちゃんと捉えてて、僕はそこに交換を少なくとも捉えようとはしてて。 好感を持ちました。あとですね、例えばその、この、 プロジェクトのそもそも発端となった議論。例えば1985年にこういう議論がありましたよとか。えー、ね、例えばそのいつまでもアメリカにお、これじゃ抜けないじゃないか、みたいな。こうまあそういうところをちゃんと動機になる部分っていうのがちゃんと見せてあったりとか。あと、ドアの部分で、えっ、ー、と、きっちりね、その西田敏之さん演じる、えー、ね、あの、先生、あの、要は、実際は的川先生という人、うん、的場という役になってましたけど、西田敏之さん演じる、あの、えー、先生の説明で、もろもろが一度、 ちゃんと説明されてからのアリング。例えば、イオンエンジンの推進力は鼻息るよよ、鼻息より弱いぐらいなんですね。すごくこれいいじゃないですか。あ、そんな弱いのなるほどって、イメージしやすい。イコール、その後ずっと花芽さんの旅の間、鼻息より弱いんだって思いながら見れるっていう。こういうのすごくいい塩梅で、あの西田さんもすごくこのいい塩梅で演じてたと思いますし、えー、あと例えばですね、 こう、糸川、小惑星糸川に近づいてた時に、えー、写真をパッと撮る。そうすると、糸川の表面に、あっこの影ハヤブサだって見つける。要するに、ハヤブサを、宇宙に飛び立った後のハヤブサを客観的に見る手立ては、地球上の人間はなかったわけなので、そこの喜びの部分であるとかですね。えー、あとはほら、あのー、なんか無茶をして、要するに機械が帰ってこれないとか、そのあったら、工学的成果っていうものだって大事じゃないか、みたいな、そういう視点が入ってたりとか、 僕、こういうとことかね、なかなかいいじゃないか。要するにこういう風に、20世紀フォックス版にしか出てこないエピソードとかディテールが結構あって、なおかつそれがさっきの言ったね、イオンエンジンの推進力の例え話も含めて、物語の、ちゃんと物語の理解しやすさであるとか、物語の厚みであるとか、感情移入しやすさみたいなものにちゃんと機能してるわけですよ、こういうディテールが。うん、うん、いいじゃん、なかなか。ねえ、えー、あとは、例えばその、糸川のサンプル最終成功と思われた。 っていうあの場面でわーってみんな喜んでる。その時にカメラに向かって西田ね、さん演じるその的場教授、元は的川教授が V、カメラに向かって V サインしますね。あれも本当ですか本当に V サインします。こういうとこちゃんとコピーしてるってなかなかね、誠実にコピーしてるんですよね。で、えーとかですね、あと、 エンジン問題がこう行き詰まっちゃった。イヤンエンジンがもう止まりそうだ。どうしようっていう時に、あのー、ビーコン、要するにあの最終的にあのカプセルを回収するそのビーコンをこうやってなんかやってっていうその準備とかテストみたいなものは、その後ろの工程みたいなところで着々と進んでいるっていう、あの、こう,うし上で、屋上で悩んでると、そこでこう風船がふーっと上がってきて、後ろで準備しているって、そのあの見せ方なんか、それこそ映画的に。 いい,いい見せ方するなって思うし僕やっぱりねこれ堤作品の中ではえ割と真面目にやっててあれあれ堤作品にしてはあれあれそんな悪くないじゃんって思うとこ結構いっぱいありましたはいただ同時に要所要所でああやっぱり堤さんっぽいな堤作品だなっていう言ってみればねあの中途半端な品のなさ <laughs> みたいなのがねなんか邪魔をするんだよねまあ俺ね何しろひどいと思うのはやっぱ竹内優子さんの演技だと思います あのーまあ、宇宙オタ女みたいなものを、ねまあ、演じてるんですけど宇宙オタ女のコント的なパロディーにしか見えませんよこんな大げさな演技したらはっきり例えば、ね、メモを取るときにいちいち目を向くわけです、そういうのとか,なんかもう、ね、コントとかパロディーみたいにしか見えない言ってみればオタクの男っていうのを表現するのに今時き、卓八郎の格好をもろにさせるみたいな感じだと思ってください。俺それはやっっぱりちょっとなんか ダメだと思います。すごくノイズというか、あ、その程度でスマッ、良し、良しとしちゃうんだ、みたいな感じがしちゃいました。はい。で、あとはさ、その彼女の主人公の宇宙への思いみたいなのを表現するのに、わざわざ CG で、あの、大霊界かみたいな、<laughs> なんか宇宙の CG 作って、なんかその、なんかとん、もうとんでも描写みたいな、そんな、 使わななききゃ宇宙へのの思いい表現できないのみたいなとんでも描写があったりとか一番言語道断な,なのはあれですよねあのいよいよカプセル回収するぞっていう大事なところであのマギーさん演じるそのカプセル回収するその、ね、役の人が見る悪夢カンガルーの悪夢もうこれは誰がどう見てももう余計な悪ふざけじゃないですか完全にもう余計としか言いようがないからっ、えー、ていうか余計って言ったらねこの主人公竹内優子さん演じるその主人公の個人的エピソードっていうのは一通り あんま、はやぶさと関係なくねっていう、その、はやぶさと関係ないドラマを足さないと、なんか弱くねみたいなので、無理やり足しましたか、ビンビンっていう感じになっちゃってると思うんですね。で、こういう余計なところを削って、はやぶさプロジェクトの進行に焦点を絞って、せめて110分ぐらいにすればですね、このさっき言った、いろんな情報を手際よく入れてるって手際良さがより際立って、 うんあとやっぱり当然まあ、はやぶさのナレーションはなしにして、内面ナレーションは、したらね、結構だいぶ悪くない作品になったのではという程度には悪くない。 と思います。まあ、あのー、要所々、今一つ演出にためがなくて残念。感動がね、せっかく盛り上がりそうなとこ、盛り上がりきってないな、みたいなとこも確かにあるはあるんですが、あのー、でもね、役者陣も一通り、まあ、さっきの竹内さんのオーバーアクトを除けば、例えば佐野史郎さん演じる川口って、まあ、要するにこれは川,川口さんの、えー、役とかですね、プロジェクトマネージャー役とか、あのー、鶴見慎吾さんのね、 こんなこともあろうかと。これ完全に宇宙戦艦ヤマトオマージュですよね。<ー>これ真田さんオマージュですよね。こんなこともあろうかと。それ以外考えられませんよ。うん、はい。あの、のあの鶴見慎吾さんの,あ,のあれも良かったですし、山本浩二さんとか高嶋正宏さん、みんな、みんな良かったです、なかなか。はい。役者陣もみんな良かったんで、あのー、僕は、もっと良くなる余地はあるけど、堤作品だからどうせクソでしょって。 ってほどはクソじゃなかった。いいとこもあったっていう感じです。はい。えー、やばいえー、どんどん時間が来てます。で、続いて、えー、現在公開中、はやぶさ遥かなる期間、こちら、東映版とさせていただきますが、えー、これね、評価一番高かったですよね、先ほどね、送っていただいた。これね、まあ、当然なんですよ。明らかに映画としての見た目、ルックスは一番ちゃんとしてますよね。これってでも実は一番すごく重要なことですよね。あの、よく、そのね、見た目っていうか、見た目大事ですよ。映画見た目ですよ。はい。 えー、要するにそのまあ、撮影とか美術とかがすごく頑張ってるっていうことだと思うんですよね。撮影は特に素晴らしいと思いました。はい。えー、で、あとはですね、ハヤブサのね、この一連のハヤブサという話が持つ肝の部分が、それぞれきっちり、その肝となる部分は、それぞれきっちり的確に演出されているっていうのも高評価ポイントだと思います。例えば、 えー、二十石フォックス版でさっきね、西田敏之が V サインを出したあれ本当って言ってた。要は、最初に糸川、えー、二度目に糸川に着地してサンプル採取が成功した。わーってとこありますね。要はそこ、ね、あのみんな喜んじゃってるけど、実はぬか喜びで終わる結果が待っているっていうところじゃないですか。<う>で、そこでですね、あのー、その場面を、この投影版だけが後でぬか喜びになることをちゃんと踏まえた演出をしてるわけです。わーってみんな喜んでるけど、別に音楽とか書けない。 盛り上げない。で、渡辺謙演じるその山口教授、川口さんだけは、あんまりはしゃいでない。なんか、はしゃいでない。で、えー、記者会見、成功しましたって記者会見も、山口さんが嬉しそうに言うとかじゃなくて、石橋レンジ、レンジる、ちょっとこう上司の学者が、なんかいかにも調子こいた感じでこう言っているとか、要するに後で、迎え喜ぶしますよ、ちゃんと踏まえた演出になっているっていうね。これ、まあ、 当然じゃ当然なんですけど、的確ですよね。この、この、えっ、ー、と、投影版だけがこういう演出をしているわけです。えー、あとはですね、さっきから言ってるように、一番肝なとこ、要するに、早伏せが燃え尽きるっていうとこね。ここも、この投影版だけが唯一セリフを被せていない演出ですよね。だから、やっぱ普通に、 もうわいろんな音もなくなって音楽だけでわーって思いつきてそりゃなこれ、これですよああ、心置きなく泣けるっていう、ね、分かってるなって分かってるなっていうか当然の的確さというかね感じです、はい、あとはですねそのあと、ね、その直後にあの語り手であるあの夏川優衣の記者がペラペラとなんかまたね喋り出して、まあ、そこはちょっとマイナスっぽいんだけどそこでそのペラペラ喋る後ろで、あのー、それまで消えていた。 ああのの多分ねあの探すために消していったあのカプセルを探すためあ違う空、カプセルのこう行き先をあの見るために消していた街の明かりみたいなのがパッとつくっていうのはそういうなんか細かい演出とかがあるんであんまりそこも気にならないようになってる演出のきめ細かさがやっぱありますよね、これね、えー、で、えっと、もう1つのはやぶさ号泣ポイントとしてあの最後に撮った地球の写真。 っていうのがありますすよね、えー、これ要するにあの実際のハヤブサの運営、運用のところでも要は一番ハヤブサていうのを擬人化しているところですよね、ハヤブサに地球を見せてあげたいって言って撮らせるわけですから、でそこの写真の見せ方もね、ね要はこういうことですよ、なんか映ってない、なんか映ってない、んなんかあのブレちゃって、なんか変なのが写ってる、写ってない、写ってない,てないからの。 地球ドーンっていうだから泣くわけじゃないですかでこれあの NHK 番組版でもちゃんとこのためをねちゃんとやってるんですよ、うん、で今回の劇映画版はすごく劇映画的な演出ですよねそれってね、うん、ところがこの劇映画版3作のうちこのため演出をやってるのはこの投影版だけなんですよねはいためてからのこれでもしかもですねこの投影版はあのあうまいなと思ったのはこう 写真をこうめくる、渡辺謙がめくっていくという手なんですけど、めくって最後に、その、ああ、地球だが出るときに、その手前の一枚が上に重なっていることで、うん、要は本来は横長で左端に地球がある写真なんですけど、そこをうまくトリミングしてるんですよね。うん、ちゃんと地球に目が行くようになってこれを全くトリミングせずに横長のまんま出してるのが次の松竹版なんですよ。だから、パッと出されて、<laughs> え、なになにってこう、なに <laughs> 一瞬、ああ、地球だってわかる。 ダメなんですよ。ここさりげなくトリミングしてるんですよ。うわぁ、演出なかなかやるじゃないですかって思いますね。はい。まあね、あのー、そういううまいなっていうところもあるし、一箇所だけなんか、宇宙をバックにあの、渡辺健さん、ね、の顔がオーバーラップするっていう謎の過剰演出が一箇所だけあったりもするけど、全体にそういう的確な感じがある。あとはですね、 はやぶさの描き方もね、はやぶさの内部を見せる。内部で今こうなってますよとか、あとさっき言ったカメラ、カメラを目として表現する感じとか、はやぶさに感情移入させ方みたいなもも非常に妥当な線だというふうに思います。あと、ちゃんと汚れがあのだんだん増してくる感じなんかもこれ投影版はちゃんと表現されてましたし、あとですね、僕ここすごい感心したんですけど、地球の重力を利用、引力、重力を利用して加速するスイングバイっていうところがありますね。これ3作とも描かれてますけど、えー、包み版とかはまあもろにこう宇宙空間にグリ グリッドみたいのを出して架空のグリッドみたいなのを出して描いてたり、えー、でそのね松竹版は本当にひどいんですけど、これ後で言いますけど、であのー、この投影版はですね一番言葉による説明は少ないんです、スイングバイは。あのていうか、そういうい映像、なんかこういうものですよって矢印とか、そういうのは一切出ないんですけど、あなるほど、地球の重力を利用して加速しているんだというのを映像的に。 実はこの投影版が一番スイングバイを理屈的にも映像で分からせてると思います。僕、ここの見せ方すっごい上手いと思いました。うわーん、地球の人力を使ってうわーんと回ってうわーんと行ってるんだっていうのがね、分かるようになってる。見事だと思う。これ映画にする意味がこういうのあります。これが映画の演出でしょうっていうふうに思ったりしましたね。はい。えー、役者陣もね、概ね、いいですよ。 あの特にあの的川、元が,元がその的川さんであるその丸川先生というのをやっている藤達也さんの演技の自然さとか、本当に特筆すべき素晴らしさだと思います、あのこの映画の重厚さに合った品格をちゃんと持っていると思います、まあ、当然あの、剣ン・渡辺も素晴らしいものがありましたね、はい、あのなんか感情の出し方の塩梅がさすがにうまいですよね、あのー、大泣きとかしないんですよね、あくまで目に涙をためる程度に留とどめておくとか、ああいう抑制も非常に効いてますし、すごくいいと思います。 うんじゃあ、東映版は、じゃあ結構いいんですね東映版は、じゃあバッチリですねっていう感じじゃないですか俺今まで結構絶賛してる感じじゃないですかあのね、それと映画全体が面白いかどうかは別っていうことなんですよね。<laughs> まずやっぱりね、この東映版も、後から足した人間ドラマっていう部分がことごとく、はいいかにも後から足したものならではの余計なものにちゃんと見えちゃってるっていうことなんですよね。何しろうざいのは、はい出ました。吉岡秀隆さん。ね。 と、まあ、江口洋介さんのですねなんかそのイオンメエンジンの運用の仕方をめぐるスったもんだをするわけです、ね、僕は認められません <laughs> 僕はメーカーの人間として認められませんみたいなことを言うんですけど <laughs> あの、ね、実際にはあんなふうに揉めたりはしてないなかったどころかむしろメーカー側の人がこそがいろいろ NEC の,の人がいろいろ自由なアイデアをどんどん出していったりしてたらしいんですよ。つまり実際の この、えー、プロジェクトの,その偉業に対してもちょっと不誠実なドラマの作り方だと思うつまりわざわざ存在しなかったどころかそんなこと絶対にしねえよっていうような揉め事を付け足してドラマですって言ってるこれはその事実のすごさに対しても不誠実だし単純にドラマとしても 揉め事のための揉め事にしか見えないですよねあいつがごねてんのってはいごねてんのねっていうまあその吉岡ねプラス吉岡さんのそのザ5年演技 <laughs> なまあ確かに5年役者ではありますよねうんでも,もうなんとかもうすごいよねもう俺吉岡すげえなと思って、まあ、だからもうとにかくその足 <laughs> しましたよっていうのとそういう記号的演技で本当にイライラするし あとそのメインの語り手であるその新聞記者、その夏川結衣さん演じる新聞記者周りのエピソードがやっぱりその取ってつけた感っていうか、ものすごく脇道にそのそれてた感じが続いて、やっぱりイライラすると。はい。えー急い、急いで行かなきゃいけない。でね、えー、っと、あとはですね、NASA の役割みたいなね、NASA 対 NASA 対アメリカみたいなのが、あのもちろんその、そこへね、もうま、負けるかっていう気持ちが動機になってるっていうのは事実なんだけど、例えばその NASA がアンテナ貸すのを絞り出しましたとかは事実ではない。 らしいんですね、はい、むしろ NASA の協力抜きにはやっぱりなかなかこの計画難しかったっていうところがあるみたいでででね、えー、ででまして、そんなねだったら糸川のサンプル渡しませんけどなんてああいう脅しめいた駆け引きなんかあったわけがないわけですよだから、せっかく渡辺謙さんが出てるんだから対世界的に「はやぶさの快挙」をアピールする一作になりうる唯一の作品なわけですよね。なんだったらねその NASA ととかかアメリカとかを牽制するにしても 事実をもとにいくらでもできることがあったはずなんですよ。事実をもとに。こんなないことをね、使ってドラマーにするなんてことは、なんかあんまり良くないっていうか、無理やりドラマーにしてるんだけど、例えば NASA は、NASA のホームページでは、ハヤブサが成し遂げた業績が、世界で最初とは認めていない。未だに、とか。 そういうことでもいくらでも作れるわけじゃないですかドラマとか落差っていうのはだからちょっとあの事実にないようなそういう圧力をまた足しちゃってるここも僕は大いにマイナスです こう時間進行と同時に追い追いされていくためお話の進行のその推進力がですねまさに、えー、最初の方は特にですねイオンエンジン級に弱いっていうのがこの投影版の弱点だと思いますただ中村優里が超可愛いから彼女が出る場面だけプラス50点ただし、えー、後半のカツラが頭から浮いていたのでマイナス50点 <laughs> えー、はい、はい、急いでいきます。えー、で、あ、散策中ですね。で、このね、僕は20世紀フォックス版と東映版は、それぞれ帯に短しタスキー流しといった感じなので、えー、これが同率2位です、この2作が。両方足していいところをあれすればいいのになって感じです。ということは、はい、えー、最後、最新のね、えー、おかえりはやぶさ、これ、松竹版、えー、がダントツで、ぶっちぎりで、再開。こう、明らかにこれは全2作とは決定。 桁違いのひどさですね、まあ。とにかくですね、子供向けというエクスキューズありきなのか知りませんけど、まずあらゆる説明をですね、まず教育番組風にやるわけです。でもだったらさっき言った NHK の番組の方が、はるかにうまく説明していたし、その説明をですね、こまシャクルってガキがですね、やけにハキハキと全部説明してくれたりして、挙句の果てが、ガキが、はやぶさに乗っかってスイングバイだーなんてやってるね、そんな絵も出てくる。 これね、子供向けだからって言うかもしんないけど、科学好きな子供ほどこういうのをやめてくんねなめんな、子供だからっていうふうに思うと思いますよ、僕は。こういうのひどい、本当に。で、えー、メインのハヤブサの件はいちいち事務的、もうまさに事務的にちゃっちゃっと説明する感じです、このね。えー、ぶっちゃけ、事実とか細部に対するリスペクトが散策中、明らかに最も薄く感じられます。リスペクトがないように感じられる。 で例えば、東映版でも嫌だったスタッフ間の喧嘩さっき言いましたね、こんなことやってないんだから、それはその事実に対するリスペクトを書いてるんじゃないかって言ったけど、こっちなんか取っ組み合いですからね、しかも分かりやすい陰口叩いたりとか、聞こえる場所で陰口叩いたりとか、単なる足の引っ張り合いなわけですよ、ことほどさように子供向けにしてはかったるい、明らかにハヤブサの本筋とは関係ない話ばっかりが続くわけですね、さっきハヤブサに乗っかってたあのガキね、前田前田の前田君の、母ちゃんがなんか病気でとか言うんだけど、 それをハヤブサの苦難と重ね合わせるって作りかしんねえけど関係ねえだろそれしかも俺びっくりしたんだけどその母ちゃんが海外になんかそのドナーを見つけに行くっていう飛行機を CG で映してでその飛行機の中で耳抜きをするって話やってんだけどえぇ、ー、正気関係ねえっていうね で、あとその,の、望みっていうね、火星探査機が失敗しましたって話は全てに出てくるんだけど、その、それをずっと引きずってる人の話として、三浦智和の話が、ええ、やるわけ。その三浦智和に、に、なんか会いに行った案がコードをいきなり引き抜くとかいう、もうめちゃくちゃな、もうね、現実にありえない展開とか山ほどあって、でもその他の二作ではちゃんとその望みは、 僕ら科学者からすればそれは失敗ではないんですっていうのをちゃんと強く打ち出してるわけですよ。これこそハヤブサの解雇のベースになる部分、考え方の部分なんだから、これもあのなんかハヤブサの解雇に対してなんか舐めてねっていう部分、なんかね。で、演出も非常に疑問です。さっき言った、えー、サンプル採取と思いきや実はぬか喜びっていうシーン、この松竹版、普通に感動的な音楽かけて盛り上げちゃってます。何の配慮もない。えー、あと、まあ、包み版もそうなんだけど、包み版まだね、微妙にブレーキをそこをかけてたりするから。えー、で、あとはね、突入 のシーンあの燃え尽きるシーンねトレスタンとイゾルデをねその富田勲の音楽の富田勲のチョイスでかけたりしてるのはいいけどもうさひどいんですよこれあの梅中村梅若さん演じる的川、えっと、教授役のねその増澤さんっていうのが「はやぶさが持ち帰ったの持ち帰ったのはそれだけじゃない希望」 日本人へのなんとか勇気、なんとかが、全部横からセリフで言ってくれちゃうっていうね、最低の処理をしてくれてます。もう最低です、こことか。あとは、さらにエンドクレジット。ね、あの、ゲゲゲの鬼太郎千年のロ歌でもやってましたけど、後日誕みたいなのがつくんだけど、これまたどうでもいい。この人がこの人にプロポーズしたとか、マジ関係ないしっていうね。<laughs> はい。えー、で、もう他の2作は、このエンドクレジットは、過去の日本宇宙開発史にリスペクトっていうのをやってたりして、ちゃんとしてたのにって、もうここも最低だし。あと、この松竹版は3作品中、 唯一、7年間という時間経過を一切表現していません。ガキが大きくなるとか一切やってません。前だ前だ、ガキのまんます。<laughs> はい。えー、まあ、宇宙空間 3D とかね、まあそれなりにあったけど、だったらなんかプラネタリウムを見に行った方がいいんじゃないですか。はい。え3、ー、作ともでもね、共通してるのはもう少し焦点の絞りようがあったんじゃないか、なと思います。えつ包み版は、例えば竹内は、竹内優子さんの役はあくまでも狂言回しにして、えー、手際よく全てをダイジェストするというところに絞る。とかね。あと、東映版は、さっき言った、NASA との代表。 えー、というところ、NASA、アメリカとの対比ということを際立てることで、より対外的アピールが可能な、えー、作品にすることが可能だったんじゃないかとか、えー、小松竹版だったら、あの、ニーじゃダメなんですかとか、こんな科学操作に何の意味がっていうセリフをわざわざ振ってるんだったら、それに対する回答をきっちりすることでこそ、真に子供向けとして、つまり教育的な意味がある作品にもなり得たわけで、 どうも3作品とも焦点は絞りきれていないというふうになっていると思います。あとはやっぱりはやぶさから真に学ぶべきです、ね、チャレンジ精神であるとかみんなで知恵を尽くせば、ね、そのもちろん揉め合ってる場合じゃなくて知恵を尽くせばベスト以上の結果を出し得るっていうねそういう一番学ぶべき教訓このぐらいでいいやじゃダメなんですよね。なんか3作とも このぐらいっていう感じのスクリーンになっちゃってるのがやっぱりハヤブサ映画家としては、あ,あんたらハヤブサから本当に学んでるって感じがちょっとしちゃう感じでもありましたね。え、ということでございます。ハヤブサマラソンは全く誰にもおすすめいたしません。ハヤブサ NHK 版がおすすめです。はい。